せーの、ジャニー、ラブだよラブだよ。どうも、ジャニーちゃんです。どうも、深田のジャニーくんです。今日もスノーマン最新情報をお知らせします。やっていこう。今日はね、はい、生配信ないからライブね。そうですね、みんなで FNS を見ましょうね。お腹が鳴った、ね、行ってみよう。ジャニーちゃんのお腹が鳴りました。行ってみましょう。腹が減っております。毎日スノーマン最新情報をこんな感じでお伝えしています。やってるよ。今日のラインナップはこちら。やっていこう。今日の注目トピックスは、うん、スノストしか埋められないドーム集客力の現状、うん、実情をお伝えします。いいですね。明日の出演情報は行ってみよう。行ってみよう。シャビカよ。12月7日木曜日、スノーマン出演情報一つ目、うん、すいませんね、はい、こちらは視聴者のマリクマちゃんからの提供情報です。予想ですかね。ありがとうございます。予想です。そうそう、朝の情報番組で本日出演する FNS 歌謡祭の様子が取り上げられるかもしれません。せやった。目覚ましテレビからノンストップまでチェックしておいてくださいとマリクマちゃんが教えてくれました。まあ合格率で出そうですね。どうだろうね。うんうん、はい、次どう、金銀どう。これは明日はノンストップは深澤くんの番ではありませんので、うん、深澤くんの出演はありません。お休みです。はい、吉村さんが出演しますよ、ね、はい、FNS 大活躍ですからね。ね、21時から21時30分文化放送スノーマンのスノーマンマ、今回の担当メンバーは阿部くんと宮舘くんです。おっしゃ、もしかしたらニューシングルからどれか1曲が解禁されるかもしれません。なんとなんと、ラブトリガーの初解禁に期待が高まります。ラブトリガー、次にゃん。24時44分から25時13分 TBS でそれスノダイジェストが放送されます、うん、まだ放送内容は発表されていませんが、おそらく過去放送回の再編集と次回のダンス対決2時間スペシャルの先取り映像だと思います。見るっきゃない ね、 ね、次録画ふん。続きまして雑誌リンクアップ1月号に深澤くんが表紙です。さらにスノーマンも掲載されます。見てね、みんな、我が推しふっか様。こちらも雑誌でデュエット1月号にスノーマンと深澤くんと向井くんが掲載されます、うん、我が推しふっか。そして深澤くんはピンナップもついてきますよ。はい、ピンナップ。はい、次ポテト1月号にスノーマンが掲載されます。スノーマン。そして女性セブン1月1日号にスノーマンが掲載されます。はい、スノーマンが選ぶソレスの名場面集です。いいね。出演情報は以上です。以上です。目次に戻ります。戻ります。今日のラインナップ一つ目が終わりまして、と次は続きましてストーンズドームツアー決定。おー、スノーマンと公演数など比較してみましょう。なるほど、行ってみよう。ドンとショーンパン、これは本日発表されましたね。よかったね。ストーンズ4大ドームツアー開催決定。これパチパチパチ VVS って書いてあるんだけど、バイブスって読むらしいですよ。ストーンズらしいね。 VVS 日程はね、公演数はこんな感じ。はい、大阪公演が京セラドームで3日間だね、うん、3日だね。2月17日スタート、うん、続きまして福岡、うん、ペイペイドームが2日間。ちょうどスノーはシングル出る時だね。あ、そうだね、そうだね、うん、出たペイペイね。そして名古屋公演バンテリンドームが2日間。バンテリン。うん、で東京ドームが最後3日間。おー、うん、4大ドームだね。4大なんだね。札幌なしのね。札幌ね、何なんだろうね。ね、すっかりやらなくなっちゃった ね、 札幌ね、うん、でじゃあこれはスノーマンのこの前やった初のドームツアーと比べて多いのか少ないのか見てみましょう。でん、これが5月にね行われた、うん、そうだね、もうちょっと上行った方が見えるね。あ、そうだね、あ、いやいや、もう下ここここ、ね、はい、見えるよね。で、あ、ストーンズにちょっと戻ろうか、はい、ストーンズが、戻らせていただきますと、これがストーンズね、今映ってる東京、ストーン、東京と、うん、もうちょっと言ってくれる、東京と大阪が3日ずつなんだね。3日ずつ、それ以外は2日ずつで、スノーマンがスノーマンの5月、うん、過去のね、うん、もう東京が、うん、大阪と東京が3日間、それ以外は2日間、うん、つまり全く同じ。土日は一緒なのかな。うん、ほぼ全部一緒だね。日月がちょっと違うけど。あ、一緒か、本当だ、うん、ほぼ一緒。公演数は、うん、公演数全く同じ、さらに各地方の公演数も全く同じですね、うん、そうだね。まあ今年と来年の差はあるけどね、うんうんうん、うん、ということでした。ね、では次行ってみましょう、うん、行ってみましょう。でで、次のラインナップはこちら。ででん、スノーストしか埋められないドーム集客力の実情。これね、これはですね、先日うちのチャンネルでセクゾのドーム
集客が結構厳しいらしいという現状をお伝えしたところ、それ生配信でね、うちのチャンネルの生配信でお伝えしたところ、お茶ですね、そうチャット欄でね、うちの視聴者さんすごい詳しい、ジャニーズにめちゃめちゃ詳しい方たちが多くて、いろいろ教えてくれたんですよ、実情を。ありがとうございます、本当にありがとうございます。バカのお兄さんに教えていただきありがとうございます、勉強になりね、あ、ホワホ姉妹に教えていただきありがとうございます。妹は頭いいです、いや、で兄は頭悪い、はい、ちょっとうるさい、ごめんなさい怒られた。でそれがすごく参考になったので、そのチャット欄見てなかった人も多いと思うんで、ちょっと共有したいなと思いました。ワンコインセクシー、ね、ついに無償セクシーにーそう、今映ってるのがその時に生配信した時に映してたものだ ね、セクゾのケンティの決めゼリフですねそう、ワンコインセクシーついに無償セクシーにということで、この画像開いてください。これ何かっていうと、この間行われた12月2日のセクシーゾーンの福岡公演、福岡ドーム公演がどうも売れ残りまくって、売れ残ってるというか人気が低下してて、転売価格がついに0円になってしまったと。お題は結構です、ね、あのファンの方が席が空いちゃうと、なんかね、そうそうそう、あれなんでって言って席をね、空いてんのをなんていうの、埋めるために無償で誰か来てくださいみたいなことなんですって。これがもうどういうことって感じじゃないですか。お題は結構ですっていうの、これを取り上げたら皆さんがいろいろ教えてくれたんですよ、チャット欄でね、生配信の。それを見てみましょう、はい、これですね、これがうちの生配信中のチャット欄に来たもの ね、え、プラスアルファがゼロってことじゃなくて、チケ無料であげるよってことって、そうだよね、そう思うでしょ、なんでしょうね、定価プラスアルファの手数料が0円ってことじゃなくて、ね、もう定価そもそも0円であげるってこと、ね、はい、で次、ピョイン、そういうことです、とにかく見てってってこと、とにかく埋めたいのよ、引き取ってというよりは空席は時短のために悲しいから誰かに埋めてほしいと、ラブやね、ね、本当に0円でね、不況してるってことだよね、ね、次、これ譲ってくれる人が払ってるの、本当にタダでもらってくれる人を探してるの、空席目立つって本人たちも辛いから、なんとすごい状況だったんだ ね、本当に好きなんだ ね、でその無料ってのが福岡公園だけだったんだけど、このペイペイドームっていうのが福岡のドームのことです、そうだ ね、ちょっと都心から遠いから ね、ペイペイドーム埋められるのってもうスノストしかいないかも、へー、確かにどうだ、そうなんだね、何はでもきついの？ね。そっか、セクゾノはジュニアタも若い子が多いから福岡は厳しいんだろう ね、遠いとってことね、そうそう、飛行機代も出して宿泊費も出してっていうね、本州から行くと、ね、飛行機になっちゃうからね、大体そうなんだ ね、そういう事情もあるんだ ね、福岡はね、ちょっと遠いんじゃないかな、やっぱり東京大阪あとは名古屋、名古屋は東京大阪どっちからも行けるからなって、あ、そっか、そうだね、人気なのは東京大阪名古屋、本当にそうだね、だから4大ドームのうち3つだよね、だから4大ドームのうち1つの福岡はちょっと人気が低いんじゃないかと、そうだね、札幌も埋められるのはスノストだけでしょうね、きっとって、そうだそうだね、そうだよね、遠いもんね、それでも札幌をやらなかったね、スト もね、ね、今回ね、そうだね、ストーンズもなかった ね、ってことは福岡以上に埋めにくいのが、そういうこと、札幌ということなんだね、だね、勉強になります、なります、そうなんだ、札幌は嵐以外どこも無理ですよ、もうジャニーズは札幌ドームを抑えてません、へー、確かにね、そうなってるもんね、抑えてないよ ね、だってスノストがやってないってことはどこも抑えてないよね、じゃあ嵐兄さん、兄さん再結成ですなそうだね、本当ね、兄ちゃんって札幌ドーム困っちゃうじゃんね、もうエイトも札幌やってません、あ、へえ、ペイペイドームもギリギリって聞きました、へえ、福岡も札幌も関ジャニエイトはギリギリってことか、エイトさんもね、ウエストさんはどうなんやろうね、ねえ、ね、そうなんだ、札幌ドームはちょっとアクセス悪いのよ ね、1、2月にやろうもんなら雪やばすぎるし、確かに、ね、確かに、だってストーンズ先2月だったから札幌なんてやったらもうみんな来れない ね、飛行機もね、欠航する時もあるしね、あ、そうかそうかそうか、そっからのアクセスもね、大変だしね、じゃあ札幌ドーム経営大変だね、大変だよ、そうだよね、もう5大ドームやるのはキスマイだけでは、東京大阪名古屋、博多埼玉、あら、博多埼玉、確かに埼玉ってやらないね、ねえ、
へえ、横浜もやらないってこと？今回横浜ってドームないよね。あ、そっか、アリーナか。うんうんうん、そっか、埼玉もアリーナなのか。それをね、教えてくれてます。ありがとうございます。五大ドームでもキスマイは埼玉でした、うん、どういうことって感じでしょ。埼玉スーパーアリーナということかな。埼玉、あ、西武ドームねって。へえ、西武があるんだ、うんうんうん、今は西武ドームじゃないけどね、名前。あ、そうなの、うん、本当のドームじゃないからね。カタカナの名前になってる。単に球場に屋根がついてるだけ、うん、へえ、うん、球場に屋根をつけてドームにした会場があるらしい。はい、ビッグホンダル、そうなんだね。ね、現役で福岡ペイペイドームを埋められるのはスノストぐらいだと思います。エイトでも危なかったし、ネストも難しそう。へー、なかなか福岡ペイペイドームでやるってことはすごいことなんだね。そうなんだね。セクゾがドームしても席がガラ空きが多かったみたいです。大変。あんなに人気があるのにね。ね、なかなかコロナ禍の影響であれかな、ね、ジャンプ4日間ドームするらしいからすごいって、うん、確かにね、年末にね、12月31日も追加公演が決まったから4日間やるらしい、ね、すごいね、埋まるのかな、ね、ジャンプって地味に人気あるみたいだよね。だって埋まんなきゃ追加しないでしょ。確かにジャンプすごいね、すごい、デビューから経ってない ね、うん、チケットお譲りします、はい、定価プラス手数料、うん、これ金額上げられます。なるほど、この書き方はあれなんだね、うんうん、定価プラスですよ ね。これどういうことかっていうと、転売屋的な話かな。それで思いっきり手数料取るパターンですね、と。有名みたいですよ。なるほど、手数料の方が高いやないかパターンもね、あるかな、ね、そうなんです、うん、たくさん応募してきたので2000円、ね、値上げしますって言われました。詐欺です、気をつけてね。そっかね、これはね、うん、やった人しかわからない情報だよ ね勉強になります。はい、そしてでん、でん、そしてね、キンプリもこれ過去2022年の話なんだけど、そうですね、キンプリもね、うん、福岡ドームペイペイドーム公演でやったんだけど、うん、ここか、うん、福岡公演は一部のチケット売買サイトで定価割れしており、うん、ジャニーズファンの間に衝撃が広がっている、ね、なんか聞いた聞いた、ね、まだ平野くんたちがいた頃の2022年の公演、まあね、コロナの前かな、うん、まだ18年だったらね。あ、これはデビューした年だね、2022年の公演の話。あ、そういうことか、うんうん、じゃあボリッコリのコロナ禍やね。そうだね、それもあって、うん、その影響だよこれは、ね、福岡公演はやっぱりなかなか厳しい、キンプリでも、とはいえということね、うんうんうん、ということですね。そんなにあれなのね。へえ。で、ちなみにジャニーズでドーム公演してないグループはじゃあどこなのかっていうと、このウェブサイト適当に調べたページなんだけど、ジャニーズでデビューしてドーム単独公演を行ったことがないのは、うん、TOKIO、ABCD、なにわ男子、トラビスジャパン。うんうんうん、V6 はドーム公演を行わずに解散しました。あ、そうなんだ。え、TOKIO もやってないの？意外にも TOKIO、V6 がドーム公演をしたことがないんですよ。え、まあ、V6 も？ ABCD はそうじゃない？うん、でもちょっと意外だな。へえ、ね、だから人気あるのにな。ね、だからなにわ男子もやってないのかって。これね、ちょうど今日のツイート。あ、そうなんだ。なにわそろそろドームツアーやってほしいですよねっていう声が。やってないの？ね、そうなんだよね。あれはなんかデビューの時になんか大きいとこ、あれはアリーナだったんじゃない、忘れちゃったけどねって声が上がってると。ディアフー知恵袋にもね、うん、こんななにわ男子ドームツアーやるとしたらいつ頃になると思いますか、うん、っていう質問が来てます。可愛いですもん ね。答えは早くて来年だと思います。うん、5周年もありそうと誰かが回答しています。じゃあなんかね、スノとか簡単にドームやってるように見えるけど、そうなんだよ。やっぱりジャニーズの中でももうすごいことなんだね。すごいこと。特に福岡ペイペイドームはすごいということを今回知りました。ペイペイ、うん、じゃあなんか当選したければペイペイを狙え、それそう思いましたっていうこと。もう飛行機乗ってても何でもいいからスノーマンに会いたいって人は、うん、第一希望を福岡にするといいのかな、そうしよう。なんてどうなんですか、ね、チャット欄で教えてくださいね。博多ラーメンも食べたいし、うん、今日はあれだよ、ね、収録だからチャットないよ。天使は間違えてあなた、コメント欄で教えてくださいね。ちなみにね、これも、はい、最近2日前ぐらいのツイートなんだけど、3代目 JSOULBROTHERS も東京ドームで席が埋まらずに黒幕で潰してたらしい。やってらっしゃいましたね。なんとなく以前から3代目は関東の集客弱い感じしてたけど、今日のドームもスタンド2階席上段は黒幕で潰していて、アリーナツアーの直後にドームツアーというスケジュールの厳しさを感じたと。行けばよかった、履いてたんだ、ね、ちなみにね、この12月4日のこの人が行った公演って、そうだよね、宮舘くん、ね、宮舘
舘くんと山田涼介くんが行った時なんだよ ねだからチケットばらまいてたのかもね、関係事務所に来てください、うん、何枚でもどうぞみたいな、うん、そうだ ねそうだね、確かにね、レコード会社とかにね、なんだなんか PR がちょっと甘かったんじゃない、そうかもね、余ってたら行きたかったな、確かにね、聞きたかったよ流星とか確かに、しかも舘様とかいるんでしょね、まあそういうこともあるよね、やっぱコロナ禍でさ、うん、コンサート行くっていう文化がさ一回ね、うん、バツンと切れたわけじゃない、そうだ ねあとねテレビとかで CM もしないじゃんあんまり、うん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 、ね、だからジャニ君みたいに気づかない人ってのも結構多いと思うな、ね、そうだね、人気はねだってすごいわけだから、うんうんうん、ね、いろんな要素が重なってセクゾーもきっとね席が余ったっていうことだと思います、ね、だから福岡の人ラッキーだよね、福岡の人はぜひいろんなライブペイペイドーム行ってみてください。福岡に移住するか。ほんね、無料で行けるんでしょ。ね。ね、応援できるもん ねなるほどな、勉強になるわ、ありがとうございます、というドーム集客力の現状をお伝えしました。なるほどです、勉強になりました。ではここまでかな、ちょっとね長くなっちゃったんで、うん、そうですね、この続きは明日の動画、明日以降どこかでお伝えしますね。ジャニーズ YouTube チャンネル登録者増加ランキング多分明日お伝えできるかな、なんかありがちだありがちだね、面白おかしくお伝えいたしますではご視聴ありがとうございました。今日はねライブないですのでね、また明日お会いしましょう、お会いしましょう、バイバーイ、どうもありがとうございます、バイバーイ、どうも深田のジャニックです、なんで最後に紹介するの誰たんか決められないジャニちゃんです、箱推しですバイバイ、ありがとうございました、バイバーイ。